ニューストピックスです繊維メーカーの小松間手入れが産業観光の目玉として同社の展示施設ファーボの本格運用を始めました館内にはヨーロッパの高級ブランドに採用された生地や清水寺など日本を代表する有名建築に使われている補強材などが並びます北陸新幹線鶴ヶ延伸を見据え 石川の繊維技術を発信する拠点として存在感を高め南加賀の集客につなげます今回はこの話題について経済部の広田記者に聞きます広田さんよろしくお願いしますよろしくお願いします産業観光の拠点にするということですがどんな施設になっているんですかはい、えー、小松マテーレが創業以来手掛けてきたファッションや資材分野の製品が展示されていますはい これまで見学できる部分は限られていましたが、10月の改装オープンに合わせて全面公開しました観光バス。観光バス用の駐車場も整備し、開館1ヶ月で団体客や小中学生ら約350人が訪れたそうです。ああすごいですね。 例えば、どはい約5万点の生地サンプルを収めた資料館には誰もが知っている有名ブランドの洋服やメジャーリーグで活躍する日本人選手一流ゴルフ選手のユニフォームなどが並んでいます。 契約上名前を明かせないので実際に行って確かめてみてくださいええ、ね、気になりますね行ったらわかるんですか行ったらわかります繊維企業なんですけれど建築関係にも関わっていたんですねはい建築資材として研究を重ねてきた炭素繊維を紹介するコーナーもあります 清水寺の本堂や富岡製糸場、善光寺などの補強材に同社の炭素繊維が使用された例をパネルや模型で解説しています、うん、炭素繊維、軽くて強いですもんね、はい、そもそもファーボとはどういった建物なんですか、はい、1968年に建てられた旧本社棟を活用し炭素繊維を紐状にした建材を張り巡らせて耐震補強したユニークな見た目の建物になっています 建築家の熊健吾氏が設計したことで注目を集めました、えー、内容だけじゃなくて建物も魅力的なんですねはい1階には染色工程を体験するコーナーもありますメガネ拭きやマスクなどを約1時間で染め上げることができ工場から出る端材を活用してアクセサリーやクッションを作るワークショップにも人気が集まっていますはい 工場に併設しているため、染色加工の現場を見学することも可能です。うん、北陸新幹線開業を控える南加賀では、県旗大手の小松が小松駅前に小松の森を構えており、産業観光がさらに盛んになりそうですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。